J リーグの移籍でひどい裏切りと言われた山口蛍。ユース時代からセレッソ大阪で過ごしてきた山口は2009年にトップチームに昇格。2015年のシーズン終了後にはブンデスリーガのハノーファーへ移籍し、海外挑戦の一歩を踏み入れる。しかし翌2016年の代表での負傷などで出場機会が得られず、同年6月にセレッソに復帰。セレッソ復帰から約2年半の月日が経過した2019年、突如としてヴィッセル神戸への移籍が成立する。提示された年俸はなんと1億円超えの3年契約で、イニエスタとプレーできることも相まっていた。そして2019年シーズン開幕からセレッソとの対戦。セレッソでは絶対的な存在だったことから、山口はボールを持つたびにブーイングされる。試合後セレッソのゴール裏挨拶した際にはブーイングと拍手が入り乱れてのお出迎え。これに対し山口は、ブーイングがあったからどうということはないですね。セレッソには感謝していることばかりなので、サポーターも含めて変わらず好きだと思います、と心の中でセレッソ愛を忘れないでいることを伝えた。